水産 ×ICT の取り組みなんですけども、ブイに、水温センサーを取り付けてサーバーにデータを1時間に1回送ってます。そのデータを実際に漁師の方がスマートフォンを活用してグラフ化してみたりとか、そういったもので水産の新しい運用につなげていければなっていうのがうちの取り組みの説明になります。まあ、一社でも多くの企業さんにこういった取り組みをやっている地元の企業があるんだなっていうところが分かっていただきたいなっていうのがありますね。当社の 3D スキャナーはこのワンショットで誰にでも手軽に撮れるというのが特徴になっております。データ自体が点の集まりになっているんですけども、この一点一点に XYZ の座標情報が載っておりますので、距離を測ることができると、牛、豚、馬といった大きさを測ったりだとか、あとは野菜の大きさを自動的に判別したりだとか、かなり幅広い分野のお客様がいらっしゃいますので、新たな分野を開拓するというところで期待しているところです。検査物を壊さずに表および 中にあるですね、血管を検出する装置になっております。パルスレーザーを検査物に当てますと、超音波が熱歪みでもって冷却されるんですね。で、今これ連続して5万箇所ぐらい計測をしてます。で、計測したデータはもうこれでパソコンに全部入っておりまして、最大の特徴はですね、映像でですね、超音波の伝播の様子が見れます。通常の展示会とは違う質問なんかありますので、非常に興味、我々も自身も興味深いですね。